キストありがとう。見て見えるこれ、なんかまた噛まれたんですよ。誰もうまた噛まれた、誰かに噛まれた。そう、昨日噛まれて、薬塗ったんじゃけど、昨日よりはちょっと良くなったけど、ギフトありがとう。かわいいから、美味しいから、リオ美味しいの？うん。で別に痒くもないんですよ。痒くも何にもないから蚊とかじゃないんですけど、なんか謎の何者かに噛まれました。いい人ありがとう。そう、お顔刺されるなんて珍しい。よくあるんですよ、リオはよく顔を刺されます。今度同い年のリアちゃん、そう、あの誰、あと7月31日のマイハさんの卒業公演も出演します。マイハさん、ギフトありがとう。ちゃんと顔洗ってるって洗ってるよ。洗ってなかったら逆にこんな肌綺麗じゃないよ。普通の人よりは綺麗な方だと思います。左の方確かにどっちも刺されたらでも逆になんかチークみたいになるかも。逆になんかオカメインコみたいになりそう。リオツはフェスで愛知県行くんだね。そう、リオ初めて行く愛知県。新幹線とかでさ、次は名古屋とか言ってさ、あの通ることあるんですけど、その名古屋に降りて行ったことはない。今日筆記試験合格した？今日もう合格したの？すごい天才。
天才だね。命の歌の告知動画のダンベルリレー、ああね、あのパセリさんがさ、リオツンから愛をもらいましたみたいな載せてくれてて見ました。リオはね、アズミンから受け取ってパセリさんに渡しました。そう、愛知9月1日です。名古屋は美味しいものいっぱい。そうなの？名古屋って何が有名ですか？え、そう、どう？良くなった？昨日さ、この青地のとこに塗る青キュアっていうねあのなんか昔ね、めっちゃ CM されとったやつがあるんですよ。そう、なんかめっちゃ CM で青キュアみたいな、めっちゃ CM されとったんやけど、その青キュアっていう塗り薬を昨日塗って寝たんですけど、そう、ギターありがとう。ダンベル？え、ダンベル意外と重かったよ。ひつまぶし？え、暇つぶしやろ？暇つぶしみたいなやつやろ？ひつまぶしって何？きしめん？麺？味噌カツ、あ、味噌カツね、美味しそう。手羽先？うわ、美味しそう。美味しそう。フォロー、ありがとう。え、いっぱいあるんじゃね？そうなんじゃ。暇つぶし、いや知ってますよ、ひつまぶし、ん、ひつまぶし、もう分かんなくなってきた、もうひつまぶしね、うん、知ってますよ。うなぎ、うなぎ、うなぎは最高。ええ、もっと楽しみになってきた、名古屋行くの楽しみ。愛知だいたい味が濃い、濃いんじゃ。リオ濃いの好きじゃけん合うかも。そう、リオ濃いの好きなんですよね、昔から。ひつまぶしはうな重みたいなもん。へえ、じゃあもうお高い感じ。平べったいうどん、リオつうなぎ、うなぎはね、なんか骨があるやつは好きじゃない。なんか骨があってなんか刺さるやつは嫌だ。骨がないやつがいい。天むす食べたことない。え、あれじゃろ、おむすびの中に天ぷらが入ってるやつ食べたことないよね。高いひつまぶしは6000以上、そんなにするの。あ、55分になったら断食見ます。朝ごはんとお弁当
カラオケ大会8月の当選しました。お、待っとるね。暇つぶしにひつまぶし誰か言うかなと思いました。誰かそういうの言うかなって。味噌煮込みうどん、あ、味噌が有名なんかな。さっきも味噌カツって。味噌が有名ですか。フォローありがとう。美味しそう。めっちゃ美味しそう。やば。いいな。なるほどね。ニットありがとう。やばい。いや、とっさに緊張するんですよ。とっさにね、あのってなる。歌唱力の。とっさにね、不意に来るんですよ。はい、やばい。いや、でも、はい、いや、もう決めております。歌唱力はあまりプレッシャーを自分にかけすぎず、楽しみながらやらないとちょっとストレスがかかりすぎてしまうのでもうすでにかかっているんですが、ちょっとこう気負いすぎず、楽しくいきたいと思いますっていう言ってるけど、ちょっと緊張する。あ、男女やめます。13位あやさん、ありがとうございます。12位 KG603 さん、ありがとうございます。11位楽楽さん、ありがとうございます。10位レオタンさん、ありがとうございます。9位サモチルージさん、ありがとうございます。8位コアラさん、ありがとうございます。7位静香さん、ありがとうございます。6位バライオンさん、ありがとうございます。5位よしこくくんさん、ありがとうございます。4位台湾高尾さん、ありがとうございます。3位ゆずきちさん、ありがとうございます。2位広島子パズリさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、満月ライダーさん、ありがとうございます。歌手力見に行きます。嬉しい、8月のカラオケ大会で歌う曲決めてますか。えり、なんかさ、全然何も来てないよね。全然何も来てないよ自分で好きな曲を歌うのか、一人ずつ歌うのか、みんなで歌うのかさえもう何にも分かんない。何にも来てないです。何も詳細など来ておりません。何をするのかも分かりません。何もまだ来てない。
い満月ライダーさんありがとうございます。なあプーちゃんがめっちゃ見てくる。というわけで今日は夜配信はできません。夜まで頑張ります。明日はね、明日もちょっといつできるか不明です。それでは今日も楽しみましょう。バイツーン。昨日 X 載せてるので見てね。2個載せてるからね、あの続けて2個載せてるのでどっちも見てください。いいね、リポスト、コメントしてください。バイツーン。さらばじゃ。